ハランとは、スズランアカハラン族の常緑多年層で、巨大な葉を地表に立てる植物である。米は、バラン。茎は地下を横に這う地下系の形をとる。葉は、薄いが硬くて、艶があり、新緑色。楕円型で、長さが50センチメートルを超える。密な群落を作るので、地面から、このような大柄な葉が立ち並ぶような風景となる。日陰で手入れをしないでもよく育つ。 花は紫色で多肉質。5月頃地下茎から出て地面すれすれに咲く。ちょうど花が地面にめり込んだような格好である。果実も地表に乗った姿になる。この植物の花は地上すれすれに咲くことから、カタツムリやナメクジにより花粉が媒介されて10個されるとの仮説を提唱した植物学者がいたが、 1995年に日本の加藤誠が横エビ類の日本オカトビムシがこの種の花粉を媒介することを示した。その後、加藤の教え子である末継賢治により主たる倉庫なしはキノコバエ類であるとの見解が示された。中国南部原産であると言われてきたが中国での野生は見つかっておらず、鹿児島大学の佐古志空により九州南部の宇治群島、黒島、 諏訪の瀬島が、本来の野生地であるという報告がなされている。よく庭園の下草として植えられ、ふ入りなどの品種がある。ヨーロッパでも植えられ、ジョージ・オーウェルの自伝的作品、波乱をそうよがせいよには、イギリス中産階級の象徴として、庭の波乱が登場する。和食での料理の盛り付けで、料理の飾りに波乱の葉を包丁で細工したものを使うこともある。現在では高級料亭。 寿司店で使われる。口実する折り爪や刺身についてくる緑色のプラスチックシートは、この波乱の葉の飾り付けを模したものである。名称は中国語のバランに由来する。当の沈蔵期によれば、その波乱に似て大なる子、バランと名づくとあり、その葉が乱に似ていて大きいために付けられた名である。ところが、江戸時代にバランが次第に静音化し、 波乱と呼ばれるようになって、後に波乱の当て字が付けられた。例えば、多式編、山と本蔵、和漢三歳図へ、十種本蔵項目啓蒙などでは、馬んで項が建てられているが、江戸後期に出版された草木育種下や草木六部公主法十樹下では、波乱と書かれている。また、バランや波乱の他に、紫菊などとも呼ばれた。 腎臓バランズ誌などの食品に付属する緑色のプラスチック装食品を波乱またはバランという。これは波乱を真似て作ったプラスチック製のものを腎臓波乱と呼んだのが起源である。前に腎臓がつくため波乱が連絡して腎臓バランとなり腎臓が取れて短縮された結果である。波乱族はこれまでに85種が中国、インド東部、ベトナム、 ラオス、台湾、日本で発見されており、そのうち59種は中国に分布し、さらにそのうちの54種は中国の固有種である。ありがとうございます。